皆さん小説好きですか自分でも書いたことがありますか書いてみたいと思ってありますか若槻月光です今日はですね、同期さんからコメントにいただいた質問に答えたいと思いますいつも参考にさせてもらっています先生は話の種や設定の発想はどのようにして見つけるようにしていますか お話の種はどこから出てくるのかっていうことですね。これまだ喋ってなかったと思います。い,い質もいただいたので、ちょっとこれ回答してみたいと思います。 おのの種っててどこから出てくるのやろねそれこそお花の種やでとかねあの野菜の種やったらとかスーパーとかの園芸コーナーとかで売ってるけれども小説の種はどこからあんのかなっていう話なんですがあの皆さんね種っっってていうのはやっぱりり何かかからできるか分かってはりますご存知やと思いますけれども花が咲いた後に実がなってその実の中に種があるわけじゃないですかでね花が咲いた後実がなってっていうのはね私思うねんけれども映画とか小説とかドラマとか漫画とかその おしゃげとかなんかね楽しいこと悲しいこと現実の体験ドラマでお話を感じてお話を楽しんでボロボロ泣くっていうのはこれはやっぱり体験の一つなんだと思うんですよ現実でもそうですし現実じゃなくても皆さんが体験した悲しいこととか嬉しいことそれがですね小説の種になるんやと思いますこんな嬉しいことがあったなんか胸がワクワクしてすごいなんか楽しかったちょっといいことがあったの みたいなちょっとなんかドラマチックなことがあったのみたいなことねないかないですか例えばですけれども通り過ぎる人がなんか私と同じデザインのキーホルダーを持ってたでお互いに通り過ぎる時にちょっと視線を交わしたそういうことがあったら別にそのまま通り過ぎてしまうわけじゃないですかせやけれども その後を想像していてくださいよ同じデザインのキーホルダー持ってたあなたの推しのキーホルダーやったそれでですね次にですねライブに行った時に彼とた、ま、その彼とですねたまたま隣り合わせになるんですよで同じアイドル好きっていうところでなんか一緒にこうライブの後でちょっと一緒に お茶飲んで誰々さんんで誰誰さ可愛いよねーって誰々ちゃんすっごいよ私もなんかもうほんとずっとファンなのよーみたいな話をするじゃないですかでそれでですね次ライブ一緒にどっか行こうよみたいな感じでいいねいいねみたいな感じで盛り上がるそれってもう恋愛の始まりじゃないですかただ単に道行く人がすれ違う人が同じキーホルダー持ってたっていうだけのところから恋愛もののねストーリーが生み出されるっていうか同じキーホルダー持ってたっていう種はそれだけなんですよそこからですね どん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 発想をですね。転がしていったら、恋愛小説ができます。もうストーリーなんかも、それで言えないですか。いや、ほんまに、あのね、そうやって考えていくだけでね、お話ができるんですね。 あの、例えばドラマで今ちょっと現実の話したので今度はドラマの話します私ね今ガンダム見てるんですよでガンダムってねこれね私あの揺りもののつもりで見てたんですよそしたらこれ結局ねあの、お母さんがですね自分の子供を使って復讐する話なんですよね復讐ものなんですよでねそこからですね話をねと、あの、展開させていくのもうこれって話の種ですよお母さんが子供を使って復讐する話怖くないそれってそのね話をですね 現代に持ってくるのなんかお話できそうじゃないですか 他にも例えばアニメを見ててすっごい何ていうのかかわいいキャラクターが出てくるいやーこのキャラクターかわいいなと思うそしたらこのキャラクターで小説書いてみたいなーっていうふうに思いませんか例えばですが私ねあの他の動画でも言ったけれども「ONEPIECE」のレベッカ姫あの人すーっごいかわいそうで私レベッカ姫が幸せになる小説書いてみたいな思って実際に小説書きましたよあのレベッカ姫ってどういう人かっていうとねお姫様なんですがおさまやったお父さんが悪い聖書をして国民に お,お父さんんれてはるんですよでお父さん死んでしまってはるんですけどレベッカ姫はですね国民のブーイングを浴びながらねコロシアムで戦ってはるんですよでもレベッカ姫はね相手をその堀に叩き落としたりとかするだけで決してその相手を斬ったりとか相手を怪我さしたりとかしない戦い方をしてるんですよあのすっごい綺麗で剣が強くってでもかわいそうなんですよ国民にねブーイングを浴びながらね孤独な戦いをしてるお姫様うわーもうなんかこうちょっとなんかこうな なんんんか来来ませんちょっと私来たでですよぐってでそれでですね私はま小説書いてしまったんですよそれあの闘技場の戦記っていうんですけれどもあのまた機会があったら読んでみてください日常生活でもアニメでもドラマでも映画でも お話のの種っっっててていいいうはねぱ転がただねそれをね芽吹くことなくそのままね通り過ぎてるっていうか「小説の種は小説の種ですよ」なんて顔をしてないんですよ単に通り過ぎていって忘れてしまうだけなんですよちょっっと何かあった なんかちょっとこう心を動かす何かがあったっていうことがあったらそれをですねの創作ノートに書いてくれはったらいいと思うこれ創作ノート他にも言ったと思うけれども日記でもいいの日記じゃなくても例えばスマホとかのメモでもいいし音声入力で何かちょっとね入れとかはるだけでも全然かまへんし例えばブログ書いてもいいしツイッターにねあの写真を投稿するだけでもいいそういったねちょっとね何かちょっと心を動かすことを記録するようにしていったらそれが小説の種になります あの小説の種なんてほんまどこにでも転がっててそれただねそれが種やっていうのがわからないだけなんですねだからちょっとこれから意識して感動するものを楽しいものをちょっと意識してねこれって種ちゃうかな小説になるんちゃうかなみたいな感じでねちょっとメモってくれはるといいんちゃうかなと思います,こん,なんですこんな説明でわかるかなごめんなさいね <laughs> あのわからへんかったらまたコメント書きてんでみてくださいほなねおおきにまたねま